疲れた。あれ、お前先に帰ってたんだ。今日帰り遅くなるとか言ってなかったっけ。ふん、そっか。疲れてる時は仕事早めに切り上げるのも大事だもんな。え、それなのに夕飯作ってくれたの。あ、いや嬉しいけど、あんま無理すんなよ。そうか、ならいいけど。で、何作ったの？おお、やった、肉じゃが。うまそうじゃん。早く食べようぜ。いただきます。あ、あれ、なんだこれ。この肉じゃが、味しないんだけど。食べてみ。あ、なんか入れ忘れてるよな。お前、今日何かあった？それか、なんか悩んでたりしない？そういう時のお前の料理、必ず味付け変になるからわかるよ。前はめちゃくちゃしょっぱい味噌汁出てきたし。ああ、違う違う、料理が下手くそとかそういう意味じゃなくて、普段はめっちゃうまいよ。ただなんかあったんだろうなって時の料理の味がとんでもないことになってんだよ。ほんと分かりやすいやつだな。で、何があった？なんでもないわけねえだろ。まあそう言っても、どうせお前は言わないんだろうな。いつもそうだし、言いたくないなら無理には聞かないけど、あんまり溜め込むと体によくねえぞ。やっぱり言わない気だな。ったく、強情のやつめ。こういう時どう慰めればいいか、正直俺もわかんねえんだよな。優しい言葉とかかけてやるの苦手だし。そうだな。じゃあほら、こっち来いよ。ぎゅうしてやるから。何そんなに驚いてんだ。なんだよ、俺にぎゅうされんの嫌なのかよ。どっと、そんな飛びついてくんな。子犬じゃないんだから。何、嬉しいの？珍しいって言うな。俺だってたまにはこういうこともできるんですよ。まあ言葉で慰めるの苦手だからな。こんなことぐらいしかできないけど、これでもお前のことは人一倍心配してんだぞ。あ、ごめん、痛かった。強く叩きすぎたか。知っての通り、こういうのもあんま慣れてねえんだよ。もう一回、ちゃんとやらせてよ。優しくな、優しく。少し落ち着いた。そっか、よかった。よしよし。今日はもう余計なこと考えるな。余計なことってのは、お前が今悩んでることだよ。どうせお前のことだから、見るに見かねて人の仕事まで手伝った挙句、自分の仕事遅れて上司に怒られたとかじゃねえの？当たり？ほぼ当たってる。やっぱりな、だと思った。なんでわかるのって。何年お前を見てると思ってんだ。そんなの大体わかるよ。お前
お人よしだもんな。やめときゃいいのに、困ってるやつ見るとすぐ助けに行こうとするし、頼まれたら断んねえし。そこがいいところでもあり、悪いとこでもある。仕事の上では、あまりいいとは言えないな。人のこと構ってて、自分のやるべきことをくれたんじゃ、本末転倒だろ。優しすぎるんだよな。でも、そこがお前を好きになった理由の一つだから。お前の人よし、俺は嫌いじゃないよ。むしろ好き。あれ、おい、泣いてる。な、嘘、俺そんなにきついこと言ったか。ああ、嬉しくて泣いてんの。俺が好きって言ったのが、そんなに嬉しかった。だって、そんなの当たり前じゃん。どんなところも全部含めて、お前が好きなんだから。そうだよ。全部好きだよ。ああ、余計泣いちゃったよ。いいよ、いいよ。いくらでも泣け。嬉し泣きでも悔し泣きでも、俺の前では無理しなくていいんだからな。まあ、大したことも言ってやれないけどさ。こうやって、抱きしめて慰めるくらいはできるから。何？これで十分。こうしてると落ち着くんだ。このくらいで喜んでくれるなら、いつでもやってやるから。遠慮しないで言えよな。って、その代わりと言っちゃなんだけど、俺以外の奴の前では絶対泣くなよ。なんでじゃねえよ。他の奴の前で泣いて、こんな風にお前が抱きしめられたりしたらどうすんだよ。あのな、絶対ないとは言い切れないだろ。そんなことになったら、今度は俺が泣くわ。だから、お前が泣いていいのは、俺の前だけ。わかったな。最後まで聞いてくれてありがとう。少しは、癒してあげられたかな。よかったら、他の動画も見てってね。チャンネル登録やコメントも待ってるね。もっと君と、お話ししてたい。